1920年のオリンピックのラグビー競技はベルギーのアントワープで行われた。フランスとアメリカの2カ国が参加した。フランスが金メダルを獲得すると考えられ高い人気を集めたがアメリカが8-0でフランスを破り周囲を驚かせた。1試合のみアメリカとフランス間で行われた。アメリカのチームはカリフォルニア大学、特にスタンフォード、カリフォルニア、 サンタクララからのアメリカンフットボール選手で構成されていた。アメリカンフットボールがだんだんと暴力的なスポーツになったため、これらの大学及び西海岸の大学は1906年から1914年からラグビーをすることを選択した。一方でフランスのチームはパリ近くの4つのクラブ、レーシングクラブ、オレンピケ、クラブアトリティークでスポーツジェネロ、 スポーティングクラブ・ユニベルシテールの選手で構成されていた。アメリカの選手ルディ・ショルツは試合について次のように書いている。オリンピックの後、アメリカのチームは1924年にイングランドとフランスを回り1924年のオリンピックへの準備としてイングランドで3試合行った。9月19日、リヨンでアメリカがフランス南東代表を26-0で破った。 アメリカのチームはフランス南部のチームとボルドーの南西にも勝利を収めた。後にパリでフランスに14の後で敗れている。上、アメリカチームしたフランスチームラグビーコミッショナーでカリフォルニアラグビーユニオンの会長であるハリー・メルニがチームのコーチ兼トレーナーであった。ありがとうございます。